運行するのは金沢駅から穴水町を経由して輪島市、珠洲市、能登町へ向かう路線で、輪島市は1日2往復、珠洲市と能登町はそれぞれ1日1往復です。バスは無料で、被災者とその親族を優先とします。乗り合い路線で特急バスを再開する、これは能登の方、皆さんも元気づけることにもなりますし、我々従業員もですね、ちょっと明るく感じられるんじゃないかなというふうな風に思っておりますけども。鈴木です。輪島とを結ぶバスは金沢駅西口発が午前7時半と午前9時、輪島市役所発が正午と午後3時です。鈴方面は金沢駅西口発が午前7時、鈴成館前発が午後3時です。能登町方面は金沢駅西口発が午前8時、能登町役場前発が午後3時です。